はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、本当に皆さんの思いが通じてですね、マンボウも解除されまして、無事開催できることになりました。去年のですね、北海道大会から始まってずっとこう長丁場でした。やっと決勝大会が開催できるということで、本当にみんなが楽しみにしていると思います。でこれだけたくさんの方に来ていただいて、この大会が開催できます。本当にありがとうございます。はい、この日産スタジアムというワールドカップ、サッカー、ラグビー、オリンピックの決勝をしたこのグラウンドでですね、子どもたちが走れるということをみんな本当に楽しみにしていると思います。どうかいい大会になればいいなと願っておりますので、それぞれがしっかり判断していただいてですね、いい大会にしていただけたらありがたいと思います。2日間ぜひよろしくお願いします。お願いします。負けて涙してるその選手も見てると思います。この選手たちの代表としてみんなここにいるので、各地方の代表としての誇りを持って、そしてこの素晴らしいスタジアムで実力を全部発揮してください。はい、おはようございます。おはようございます。もう私が言うまでもないことなんですけど、ラグビーって本当にハードです。でもフェアに精一杯ですね、グラウンドで試合して一生懸命やったらやっただけ、そのノーサイドの握手ができると思います。本当にね、素晴らしい体験を子どもたちにしてほしいな、そんな思いで、この大会14年続けてきました。どうか皆さんでいい大会にしてください。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。どうぞ。まずは、決勝大会出場おめでとうございます。私自身もね、地方大会から来させていただきましたけども、皆さんのご指導のおかげで子どもたちも、プレーはもちろんですけども、グラウンド外での立ち居振る舞いっていうのが本当に素晴らしいなと感銘を受けました。今日の決勝大会でもそういう場面を多く目の当たりすることを期待していますので、2日間よろしくお願いします。宣言いたします。
ていただきました。北海道代表、札幌少年ラグビースクール、東北代表、脇本追花、船川藤原子ラグビースクール、関東代表、東京都高等ラグビークラブ、関東代表、東京都世田谷区ラグビースクール、関東代表、東京都杉並少年ラグビースクール、関東代表、埼玉県浦和ラグビースクール、関東代表、慶応ラグビーフットボールクラブ、東京海洋大学代表、岐阜県関ラグビースクール、東海大学代表、長野県伊賀ラグビースクール、関西代表、私自身も3回のワールドカップを経験し、どの大会も、そして一つ一つのどの試合も、試合前は大きなプレッシャーと緊張を感じていました。そこで私がいつも考えていたのは、世界中のラガーマンがこのワールドカップという舞台に立ちたくても立てない中で、私がそのチャンスをもらい、そんな中緊張で実力を出せませんでしたではあまりにもったいないということです。今大会から実行委員長を仰せつかり、私自身も各地方大会に足を運ばせていただき、皆さんのプレーを観戦させていただきました。どの会場でも素晴らしいプレーを見ることができましたが、私が最も感動したのはグラウンド外での皆さんの行動でした。チームメイトのみならず、対戦相手のチームも思いやり気遣う皆さんの姿勢、行動はラグビーというスポーツを通じて自然と身につけたものを体現しているものでした。今日この決勝大会の日産スタジアムでも、そういう光景がたくさん見れることを期待しています。2日間よろしくお願いします。続きまして、優勝カップの返還です。受け取らせていただきますのは、本大会共催であります横浜市より市民局スポーツ統括室、西山雄二室長です。マッチドクターのご紹介をさせていただきます。渡辺達樹ドクター、藤田秀信ドクター、根本千草ドクター、沼崎慎之助トレーナー、関谷翔トレーナー、藤田正人ドクター、行います。選手先生は16チームを代表して、さやがたにラグビースクール濱田篤キャプテンが行います。
仲間、そして対戦相手に感謝し、ノーサイドまで全力で楽しみプレーすることを誓います。令和5年3月26日サガタニラグビースクール浜田敦。以上をもちまして第14回リポビタンヒーローズカップ決勝大会の開会式を終了します。まず1本取られたときにそのこっちのプレッシャーが、そのイエスナイフを伝わってきて、でそのやっぱりそのチームが一つになっているというのがめっちゃ感じられて、で、まあ、そういうところもちゃんとこっちも学ばなあかんなと思ったし、その1試合目が浦和さんで本当に良かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。八尾さんはそのやっぱその大きい子などがいて、そこにあの一歩ずつ一歩ずつ前に出られてしまったんで、あの抜かれてしまったのと、あとトライ取った後の雰囲気があの結構切り替えが早かったり、次ディフェンスっていう感じの切り替えがとても早くて、そこも次は自分たちもできるようにしたいなと思いました。あの上のリーグ行っても頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ナイスゲームでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。東京さんは1対1のコンタクトが強くて、自分たちはそこで1対1でずっと負けていたので、それを生かして優勝目指して頑張ってください。いいですか。はい、ありがとうございます。はい、ドラグビークラブキャプテンの中川翔です。今日は試合をしていただきありがとうございました。東大阪さんは、コブがめちゃくちゃでかくて強くて、僕たちもそこであの相手にならなかったところもあるので、そこを修正して次やっていきたいと思います。で、東大阪さんの分もしっかり目を持って、次の試合戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またお願いします。はい、ぜひお願いします。コブちゃん、ありがとう。お待ちください。南の皆様は当たりが強くてパスの性格が強いです。
で、まあ、プレクラもなんかあんまり意識して食べるので、うまくいかないところもあって、まあ、これからベスト8でやっていくなと思って、修正していきたいところなので、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グラウンドまでお越しください。繰り返しお知らせいたします。写真撮影を開始いたしますので、伊賀良ラグビースクールさん、脇本船川ラグビースクールさん、世田谷区ラグビースクールさん、加古川ラグビースクールさん、大分浦和ラグビースクールさんはアップシューズを履いてグラウンドまでお越しください。いろいろ課題とかも見つかったので次に生かしていけたらなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません、岡田文明です。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。慶応ラグビーストボールクラブキャプテンの小林慎之介です。試合ありがとうございました。もう加古川さんは一人もうオフロードとか一人一人のスキルでどんどん回されて、自分たちがタックルしがみついたりしてるとすぐ次に転化されたりして、もう自分たちも待てても、まあ、走るぞっていう感じになりました。で僕たちももっと走ってタックルできて強いチームになって明日も勝っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。慶応さんのアタックディフェンス、どちらも完璧で、アタックの左フラッグ、ディフェンスも全然取れなくて、自分たちはまだまだこう、まあ、実感できますから、明日、頑張ってください。今日はありがとうございました。伊賀良の強みであるディフェンスが大分さんのアタックでちょっと発揮できなかったので、これから練習しっかりしてディフェンスを磨いて磨けるように頑張ります。今日はありがとうございました。今日ありがとうございました。キャプテンとかみんな身長が高くて、まあ、止めるのが一番大変でしたけど、まあ、頑張って止めて、まあ、これが締めだったかな。今日はありがとうございました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、止めるのが変わってすごいに比べて取られるっていうのが何個もあって、で、そこは普通に見習わなあかんなとか、その切り替えの話とかは自分たちにできるようなところだから、そう、そこに考えて、そういうのが出るようになってくるので、はい、じゃあ、世田谷さん。野さんはみんながみんな知っていたくて、強いタックルを設定していて、結構こっちも見せなかったから、結構、苦戦しました。で、こっちもタックルを設定して、ブレイクダウンで、ちゃんと前出てなかったから、そのところをまた明日、試合があるんで、修正して戻りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。両チームともお疲れ様でした。今から抽選でどちらのロープに行くかというのを決めますけど、これは勝ち負けではなくて次の進出先を決める抽選になります。まあ、次の上に上がることが決まったチームはしっかり相手チームのことを考えて、相手チームに伝えてその思いを持って明日戦ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。脇本船川さんはその展開、外への展開や走って展開などそういう展開力がとても上手くて、その外に振り回されて
フォワードに抜かれるなどのケースが多かったので、そこは次しっかり修正できるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。フラワーラグビースクールの皆さん、今日はありがとうございました。試合を開始してください。フラワーラグビースクールさんの人たちはすごい大きい人多くて、それにタックル行くのにちょっとビビった人もいると思うんですけど、今日こうして一緒に試合ができてよかったです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。チームとも素晴らしい試合ありがとうございました。まあ、これは勝敗を決めるんではなくて、次どっちがどう進むかっていうのを決める抽選になるので、それを、まあ、自分のチームに持って帰ったらキャプテンからしっかりと説明して、しっかりと説明して納得してもらうようにしてください。で、次上に上がるチームは、上に行けなかったチームの分もしっかりと気持ちを持って明日戦ってください。ではよろしくお願いします。今日コートラグビークラブキャプテンの小林です。今日は試合をしていただきありがとうございました。関さんはコンタクトが非常に強くて、コンタクトが強くて、そこに何とかトライを取られているところもあるので、私たちはそこを設定して、また次やると思います。試合ありがとうございました。はい、どうも。関田の一生終わりたくて、今日は、ありがとうございました。ここからたくさんボールをつないで展開していくとトライを取っていたので、チームワークがあってとてもすごかったです。ヒーロー大会に絶対に優勝してほしいと思います。ありがとうございました。はい、東大阪近大のキャプテンの徳田理太です。兵庫さんは、1対1のコンタクトがしっかりしてて、ラックも何度も超えられて、そこをしっかり次の試合でもやっていきます。今日はありがとうございました。ナイスゲーム、ナイスゲーム、お願いします。兵庫県ラグビースクールキャプテンの丸山晴也です。東大阪さんはめちゃくちゃアタックが強くて、それでなんかこう抜けられたりっていうのが多かったから、まあ、ディフェンスのもっと練習をして、もっと成長して、次は勝てるようにしたと思います。ありがとうございました。ナイスゲーム、ナイスゲーム、ナイスゲーム。また、お願いします。同じチームなのかもしれないけど、同じチームが勝ったよね。でもすごくて、なんか、押されて、焦ったんですけど、とてもすごくて、すごいな。スクールさんは、内にフォワードを当てて、外に人を余らすのが、うまかったので、ちょ僕たちもやりづらかったんですけど、まあ、今日はいい試合できてよかったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。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 ありがとう。このまま、はい、では、抽選に先立ちまして、大野実行委員長よりご挨拶申し上げます。
皆さん今日は一日お疲れ様でした。どの試合も気迫溢れる素晴らしいファイトをさせていただきました。まあ、フィールドカップはこうやって、まあ、順位が決まる大会でもあるし、勝った人負けた人出てきますけども、明日どのチームも一つでも上の順位に行けるようにチーム一丸となって頑張ってください。で、自分たちが勝ったということは負けたチームもあるということで、その人たちの悔しさというのも十分に感じ取ってもらえたと思います。それでは、本日ただいまより明日の組み合わせの抽選会を行います。じゃあ中からずっと開けてください。1から4の数字が入ります。最後のパフォーマンスまた見せてください。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。